今回ですね、円グラフなんですけども、はい、Tips で書かれてます、この部分ですね。ここだ。はい、ここ。これが、こう、だんだん円を描きながら出てくるといった、そういったものを作っていきたいと思います。まずはね、こちらの方の新規のシェイプレイヤー。まあ、これ色とプレートとか作ったと思うんですけど、ちょっとわかりやすく赤色のね、こういった断円を描きます。はい。で、ここで何を使うかというと、ちょっとまず基本的なところなんですけども、追加でリピーターというのを使います。はい。で、このリピーターの機能なんですけども、まあ今これ楕円形のね、属性にどんどん入ってるような形で、例えばコピー数3だったら3で、はい、こういうふうにね、まあコピーっていうかリピートされていくんですよ。シェイプレイヤーがね。今までって1個作ったりとかするしかなかったんですけど、まあこういうことでね、うまくね、誘導させることが可能となっています。で、リピーターなんですが、1ね、ここ100になってますけど、これ0にしちゃって、例えばこっちの Y 軸の方を100、XY ね。そうすると今度は縦になります。例えばこれをまた傾けると斜めということも可能だったりします。そしてキーフレームを例えばコピー数がまあ最初0から1秒間かけて、何個にしようかな。じゃあ10個ぐらいにしましょうか。はい。そうするとこういうふうにね、だんだんと出てくるような、まあこういったものも可能です。またね、スケールなんかも、例えばここで100にして、そうだな、ここは例えばちょっと大きくなって120ぐらいにしましょうってなると、こういうふうにね、だんだんと大きくなっていくようなものとかも可能です。あとね、透明度、回転とか、まあこの辺もね、いろいろとこう、回転はちょっと丸なんでわかんないんですけども、まあ不透明度なんかも徐々に、例えば出てくるみたいな、こんなような感じも可能ですね。じゃあ続いてですね、こういった、シェイプレイヤーですね、こう描いていくようなやつを作っていきたいと思います。同じようにですね、レイヤーから新規のシェイプレイヤー。はい、こちらでですね、ちょっと簡単なこんな楕円作りましょうか。はい、楕円を作りましたら、今この楕円の属性に先ほどリピーターってかけたと思うんですよ。こうじゃなくね、コンテンツを選択して、ここにリピーターを適用します。そうすると、中にリピーターが入るんじゃなく、外にリピーターが入ります。まずこれがポイントです。さあ、ここからですね、ちょっといろいろといじっていきたいと思うんですけども、はい、ここでね、まずは1。これはね、右に行っちゃってるんで、その場にしてくださいということで、0にしちゃいます。その場で、こう、回転していってくださいという形です。そして、まあ、コピー数ちょっと多くしますんで、まあ、仮に40としましょう。そして、ここの回転から、まあ、例えば角度を選ぶと、こういう風になります。はい、今これ40と20でやってるんですけども、こうなりました。これね、ちょっと計算が必要なんですけども、360割、例えば12でいってみましょうか。12度の場合だと360割る12なんで、30ですね。30でぴったし円が収まる形です。じゃあちょっと位置変えてみましょうか。ここで位置がね、こうなってるからちょっと分かりづらいんですけども、こうすると分かりやすいと思います。例えばこれコピー数29だと1個足りなくなりますよね。さっきやった12度でやった場合はこちらの方が30という形になります。じゃあ例えばもうちょっと変えてみましょうか。今ちょっとね、電卓取り出して、じゃあね、割れる数字なんで30にしましょう。30度でやった場合っていうのは、一番いいのが360割る30は12個。はい、ここのコピー数が12で1周するという形になります。じゃあちょっと11にしてみましょうか。11、はい、減りましたよね。こんなような感じで割り出していって作っていくような形にします。まあ、あと大きさなんかのね、調整なんかは、はい、トランスフォームの楕円形のね、位置とかね、こう確認することで、まあ、この辺調整することでね、いろいろとこう細かい設定もできますんで、はい、こちらの方をまずね、ちょっと覚えていただければと思います。